スファンの夢を実現させてくれる夢の対決、テリー・ファンク対ブルーザー・ブロディの一騎打ちが始まりました。待ちに待った好カード、プロレスの革命児ブロディと超人気プロレスのロマンを遺憾なく発揮するテリー・ファンク。両者果たしてどんなファイトを見せてくれることでありましょうか。まずテリー・ファンクが入場してまいります。超満員に膨れ上がりました。福岡国際センターのリング上、テリー・ファンクのファンがいっぱい駆けつけています。さあテリー・ファンクの表情が見えてまいりました。82年の暮れの祭典も人気ナンバーワンの座を守り通したテリー・ファンク、引退宣言を吹き飛ばすような猛烈果敢なファイトにファンは酔いしれます。今夜キングコングにはどういうファイトを見せるか、おそらく目いっぱい体を使って体がバラバラになるまで燃焼することでやりましょう。アマリロテキサスのスタジアムジャンパーが本当によく似合います。ウエスタンの香りを振りまきますテリー・ファンク。さあ反対側の花道ご覧いただきましょう。ブルーザー・ブロディの入場であります。テリー・ファンク何するものぞ、キングコングの登場です。猛烈にリング上で動きがあります。テキサスブロンコテリー・ファンク、試合に先立ちまして日本テレビからテリー・ファンクに今花束の贈呈、ジョー・樋口レフリーにも花束が贈られました。さあその間にキングコングブルーザー・ブロディのテーマが待っています。福岡国際センター、さあ出てまいりました。テリー・ドリーをテキサスの化石になれといった張本人ブルーザー・ブロディ、ブロディ時代を徹底的にするためにもやはり元世界チャンピオンのテリーからピンポールを取りたいところであります。もしピンポールを取ればブロディ時代到来といってもしょうがないと言えましょう。さあそのキングコングブルーザー・ブロディ入場してまいりました。両選手の紹介です。ブロディ時代を確実なものにするかどうか、キングコングブルーザー・ブロディ、あの普通のテキサス魂が魅力の全てです。テリー・ファンク、さあ夢のシングルマッチ、テリーかブロディか、両者の間には去年の世界最強タッグの81年の最強タッグの遺恨、そしてドリーの息子ディック君暴行事件の恨み、そして兄ドリーとブロディのインターナショナルヘビー級をめぐる闘争と離婚の糸で結ばれている両者です。30分の一本勝負、まあゴングは鳴っておりませんが相手を威嚇しております。これがテリーの表情、今夜もおそらく不屈の闘志を見せることでありましょう。テリー・ファンク188センチ、118キロ、試合は開始されました。30分の一本勝負です。さあ風間さん、いよいよ勝負が始まりましたね。あ、これはね、膝に爆弾を抱えているテリーがですね、引退廃人をかけてのブロンコ魂の見せ所ですな。そうですね、竹内さん、はい、やはりこの勝負はテリー・ファンク時代、それからブルーザー・ブロディ時代の意地とメンツの衝突と見ていいですか。まあ、特に日本のファンにとってはですね、たとえブロディ革命と言われましてもね、やっぱりテリーになんとか頑張ってほしいところですね。はい、さあその大観衆の声援に支えられまして、テリー・ファンクが一旦場外に突き落とされましたけれども、不屈の闘志で早くもリングの中に再び出てまいりました。さあしかしブルーザー・ブロディが容赦なくパンチ、それからキックを打ちます。本当に激しいパンチのキック、そしてまずはワンハンドのボディースラム、テリー・ファンクに見舞いました。そして得意のレッグドロップ、殺人コースにまず持っていきます。ブルーザー・ブロディ、キングコングドロップを見舞いました。そしてがっちりとテリー・ファンクの髪の毛を掴んで喉に手を入れております。キングコングブルーザー・ブロディ、これがテリー・ファンクの表情です。もうファンをたまらなく虜にいたしますテリー・ファンク、不屈のテキサス魂、この素顔、そして今度はニードロップを打ってまいりました。熱い胸板、それからちょっと一瞬呼吸が止まると言われております喉仏のあたりを狙います。ブルーザー・ブロディ、田山さん、はい、一つ一つの技狙いがいいですね。ブロディはあ、もう正確に入ってますね。本当ですね。テリーはまあバラバラになってもやるというそのブロンコ魂が、見せ所ですよこれは、ね。はい、再びテリーをこの試合2回目場外に突き落としました。ちょっと左の耳が、あるいはニードロップ、あるいはレッグドロップによりまして裂かれたのか、左の耳をかばいます。
テリーファンク、そして両選手が猛然と放送席の方に突進してまいりました。場外での試合が続きます。さあ、おっと、ズッケを手にした、椅子を手にしたテリーファンク、テリーファンクのそして左の耳のあたり、この椅子で強打いたしました。あるいは早くもテリーファンクの左の耳のあたり流血かもしれません、流血かもしれません。さあ、しかしブルーザーブローディが再び容赦なく左の耳のあたりに攻撃を加えています。これを取り囲みます。流血、流血、大勢のカメラマン、まだはっきりといたしませんが左の耳を覆っています。バンテージが見えておりますが、まだ流血ははっきり目の中に入りません。流血してます。流血ですか。はい、今度はキックでいきます。これでおそらく流血したでしょう。激しいキックを浴びせます。キングコングブルーザーブローディ、左の耳をかばう、あるいは鼓膜が破れるかもしれません。もう一回キングコングのキック、凄まじいキック、左の耳飛び出す、流血、大流血、はっきりと見えました。おそらく左の耳、ファンの声援は聞こえないかもしれません。耳の中に血がもう入ります、猛然と入ります。左の耳はもう完全に壊されました。まだ容赦なく攻めます、まだ容赦なく攻めます。ちょっと竹内さん、悲惨なシーンですね。これはですね、テリーにとってはブロディに悪い攻撃も今日与えてしまいましたね。そうですね、血を見るとさらに興奮の度を加えますブルーザーブロディ。まあっとダラ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 、左の耳から血が流れ出します。ちょっと田山さん、気持ちがなかなか止まりませんね。あのコーナーポストにね、叩きつけられたのがひどかったですね。そしてまた容赦なくキングコングキックを浴びせかけます。もうまさに叩きつける、この太い太もも、この太ももは72センチありますが、この太ももで思い切ってキックを浴びせます。さすがのテリーファンクも闘志を失いました。しかし館内、福岡のお客様、テリーファンク魂、テキサスブロンコ生き返れというふうに叫んでいます。この声援が聞こえるかどうか、左の耳は完全に流血で聞こえないでしょう。今度はロープを使ってのニードロップ、これは反則行為です。ニードロップが今度は抑え込んだ、ピンポール、キングコング、ブルーザーブローディはピンポールの体勢、よく耐えしましたね。本当によく耐えてますね。さあ、今度はドロップキック、容赦なく打ってまいります、キングコング、ブルーザーブローディであります。来年引退を宣言しているこのテリーファンク、しかし日ごとに全日本プロレスのオフィスにはテリーやめないでくれというような悲痛なファンの願いが多く手紙で来ているそうであります。さあ、テリーハンクを捕まえました。股の間に入れてパイルドライバー、脳天食い打ちだ。さあ、これ打たれるとバンジーキュース、バンジーキュース、足を大きく開いておりますが、脳天食い打ち、ジャンピング脳天食い打ち、これでダメでしょう、テリーはダメでしょう。さあ、ゆっくりとカバーに入った、カウント2、テリーまさか返しました。よく返すね、なんというテキサスブロンコ。さあ、不死身の男テリーファンクが返しました。ここで攻勢に出ます。さあ、スプリングトーホールドか、スプリングトーホールドか、しかしちょっと、あっと、またしても耳を蹴り返すブルーザーブロディであります。最近はこの控え室に届くテリーファンクのファンからのプレゼントも、体の安全を祈願した千バズル、あるいはまた安眠できるようにという、枕なども送られております。本当にテリーのファンはテリーファンクのこの傷、体、バラバラになった体を本当に気にしています。さあ、足をフックしたところで思い切って巧妙な、これは急所攻撃、テリーファンクが打ってまいりました。一歩後退のブルーザーブロディであります。ブルーザーブロディが一歩後退、場外に出ました。今度はテリーの攻撃、テリーの攻撃、助走をつけて赤い鉄柱を持っていった、赤い鉄柱、今度はブルーザーブロディの死体が割れそうです。頭からぶつかりましたね。はい、10メートル以上の助走をつけました。そしてテリー、さあ、テリーの反撃です、テリーの反撃であります。さあ、行くぞ、ここでテキサスブロンコ、テリーファンクが流血をしながらも反撃の体勢に出てまいりました。竹内さん、勝負はここからですね、はい、これからがテリーの見せ所ですね。そうです。さあ、見ましょう、テリーファンクの復活の様子が見られそうだ。左の耳ダラダラと流れ口、さあ、今度は噛みついた、噛みつきに出てまいりました。あまりこういうレスリングを見せないテリーファンクでありますが、ちょっと血迷った感じのあります、テリーファンク。今度はヘッドバットを打ちます。果たしてこの福岡のマット上で2コキ、ブルーザーブロディ、兄貴ドリファンクジュニアの仇、ブルーザーブロディからピンフォールを奪えるか。お腹にパンチを打ちます。2発フックが当たりました。そして正面を向いて左のフック、まだ倒れない、キングコングはまだ倒れません、ブルーザーブロディ倒れません。もう一発見舞いますが、
ちょっと体がくの字に曲がっただけ、まだ倒れません。さあ今度は思い切ってリングの中央に持ってまいりました。バックドロップ、バックドロップ、バックドロップ、岩崎落とし、そのまま真っ逆さまに落とした。さあこれがフィニッシュになるかどうか、フィニッシュになるかどうか。抑え込んだ、抑え込んだ、ブロディ抑え込んだ、また返します、テリーが返します。本当に風山さん、このテリーの負けん気というのは頭が下がりますね。ブロンコ魂本当によく見せますよ、本当にね。ザ・テキさん、テキサスの魂、テキサスブロンコを持った男テリーファンク、トップロープからさあ死のニードロップを打とうとしたんですが、思い切って足を右手で絡めました。ニードロップを打つことができません。これは倉持さんね、昔のギリシャのオリンピックのパンクロチオンですな、はい、あ、なるほどね、この試合ですわ、さあ流血の対決になりました。足をすくいます。そしてさあスプリングトーホールド、スプリングトーホールド出てまいりました。さあ必殺の技、ドリーファンク、シニア譲り、お父さん譲り、あるいは頭の中でシニアがテリーを、テリーをブロディを倒せ、ブロディを倒せ、ハンセンが出てきますよ。さあ後方からスタン・ハンセンが登場してまいりました。スタン・ハンセンが登場してまいりました。この後ジャンボ鶴田との一騎打ちがありますが、スタン・ハンセンがセコンドに入りました。あの81年の世界最強タッグ決定リーグ戦、蔵前決戦を思い出します。場外でテリーは、場外でテリーはスタン・ハンセンからウエスタンのラビアットを受けまして失神、そういうようなシーンを思い浮かべます。さあキングコングブルーザーブロディが再び生き返りました。さあテリーとブルーザーブロディに一騎打ち、スタン・ハンセンは絶対に手を貸してはなりません。リング上激しい闘志、ショルダータックルが当たりました。ブルーザーブロディが外に落っこちました。スタン・ハンセンが助けます。スタン・ハンセンがフォローに出てまいりました。これは完全に反則ですね。1対1の夢のシングルマッチ、絶対にスタン・ハンセンは手を貸してほしくない。福岡のお客さんもスタン・ハンセン戻れ、スタン・ハンセン戻れと言っています。ブルーザーブロディがスタン・ハンセンの手を借りました。そして今度は噛みつき攻撃、クラブさん、ドリーファンクジュニアも今ですねエプロンまで来ました。来ましたね。お兄さんのドリーファンクジュニアもリングサイドに陣取って、スタン・ハンセンが手を出すなら俺も弟テリーのために手を貸すというような構えを見せています。さあ大変なシーンを迎えてまいりました。福岡夢のシングルマッチ、テリーとブルーザーブロディがやり合います。ちょっと予想がつかない試合になってまいりました。さあ館内はテリーコール一色、ブルーザーブロディ、ブルーザーブロディが大きな机を持ちましてテリーファンクにぶちかまし、さあ外ではスタン・ハンセンとドリーファンクジュニアの対決が始まりました。兄貴のドリーファンクジュニアとスタン・ハンセンの一騎打ち、しかし本当の勝負はこれです。テリーファンクとブルーザーブロディの勝負なんですけれども、さあスタン・ハンセンがとうとうリングの中に入ってきて、まずボディースラムを打つ。さあブルーザーブロディとドリーファンクジュニア、まるでインターナショナルヘビー級の選手権を見ているような、そういうような形になりました。さあ今ゴングを要請する、ゴングを要請する。しかしテリーファンクが捕まっている、互い締めにされました。ドリーが思い切って正面からブルーザーブロディに挑みますが、あ、左の耳さらに出血、スタン・ハンセンが思い切って左の耳にストンピング、ドリーを外に追っ放り出した。兄ドリーが外に追っ放り出されました。今公式な結果であります。10分24秒、テリーファンク、ブルーザーブロディの対決はノーコンテスト、ノーコンテストに終わりました。兄貴ドリーファンクジュニアも怒った。ブルーザーブロディに椅子の鉄拳、椅子を打つ。そしてスタン・ハンセンにも打ちまくる、椅子で打ちまくる。弟のテリーは大流血、おそらく左の耳はちょっと治るまで時間がかかることでしょう。スタン・ハンセンにエルボースマッシュをかませる、そしてブルーザーブロディにも得意のエルボースマッシュをかませる。テリーは外に逃げた、テリーは外に出ました。そして椅子を2つブンブンとリングの中に放り投げます。椅子が3脚リングの中に入りました。さあ何が起こるか、大変な一戦になってます。公式的にはこの夢のシングルマッチ無効試合ノーコンテスト、10分24秒、今発表の盛んに福岡のお客様に知らされておりますけれども、興奮した4人の選手、おっと今度はジャンボ鶴田が登場。さあジャンボ鶴田対スタン・ハンセンの夢のシングルマッチ、この後行われるんですけれども、さあ矢も立ってもたまらなくなったんでしょう。ジャンボ鶴田、正義感に燃えましたジャンボ鶴田がリングの中に登場。さあどうなるんでしょうか、大変な大混乱に陥っております福岡国際センターのリングサイド。
スタンハンセンはあくまでもテリーハンツを狙い、ブルーザーブロディもまだ待ち構えている。さあ師匠のテリーをかばいに行きます。ジャンボ鶴田、しかしジャンボ鶴田もまた外に出ました。椅子で応酬であります。この後ジャンボ鶴田対スタンハンセンの夢のシングルマッチ行われますが、その前に起こったまさにこの予想もしなかった展開、テリーファンクはもう左の耳をめった打ちにされまして大流血。結局試合は10分24秒無効試合ノーコンテストというような結果に終わっています。